どうもトラジローです、今回はガンダムマーカーエアブラシシステムですね。これを買ってきました。ガンダムマーカーあまり使ったことなかったんですけど、このエアブラシシステムとガンダムマーカーがあればお手軽にエアブラシ塗装ができるということで買ってみました。色替えも簡単で清掃もいらないということで、今回これを使って塗装に挑戦してみようと思います。では早速開けていきます。中身はエア缶とハンドピースですね。あとはエア缶の調整バルブですね。で、替えの芯とエアホースがついてますね。はい、こんな感じですね。で、あとは説明書がついてますね。ちょっと見てみると、まあ使用上の注意などが書いてありますね。よく読んで使っていきます。で、あとは塗装例が載ってますね。こんな感じにすごく綺麗に塗装できるみたいですね。はい、ということで説明書見ながらちょっと使っていこうと思います。では塗装の準備していきます。まずはエア缶開けます。で、この上の部分に、調整バルブを取り付けますね。で、バルブは一回外しておいて、こんな感じで取り付けます。しっかり締め込みますね。で、バルブは軽くつけときますね。これを押し込むとエアが出る感じですね。で、エアホースを取り付けて、で、ハンドピースの方にも取り付けますね。はい、こんな感じで、これでほぼほぼ準備は完了ですね。で、あとはガンダムマーカーですね。これも買ってきましたんで取り付けます。で、まだインクも出てないですね。この状態で試しに取り付けてみます。ハンドピースに差し込むだけですね。はい、こんな感じで、ちょっと微調整が必要みたいで、このノズルの先とペンの先の高さが一緒ぐらいになるように調整しますね。で、あとは正面から見た時に、このペン先ですねとノズルの先が平行になるように取り付けます。では、ガンダムマーカーも準備していきますね。インクをよく振ってからペン先をノックしてインクを出していきます。何回かノックするとこんな感じでインクが染み出てきますね。これで準備 OK です。まずは試しに透明なスプーンに塗っていきますね。色はティターンズブルーですね。こんな感じで、エア缶なので結構威力は強めですね。塗り重ねていくとこんな感じで塗れます。もう少し塗り重ねて最終的にこんな感じになりましたね。すごく綺麗に塗れたかなと思います。ムラなく均一に塗れましたね。ガンダムマーカー2箱買ってますね。6本入りなので12色ですね。実際にプラモデル塗っていってみましょう。ガンダムファクトリー横浜の入場特典の200分の1のガンダムですね。これを塗ってみたいと思います。で、メインのカラーはこの3色ですね。これを使ってシャアカラーに塗ってみようと思います。で、今回ランナー塗装でいきますね。なので、まずは色ごとにランナーを分割していきますね。こんな感じである程度分割しましたね。で、このランナーの色ごとにそのまま塗っていきます。で、青はその上に綺麗に塗れるか心配なので下地を塗りますね。グレーのサーフェイサーをさっと拭いてます。はい、こんな感じですね。で、そのまま青いパーツですね、シャーピンク2を塗っていきます。こ
こんな感じで塗り重ねて、で途中でインクの出が悪くなってきちゃうので、またペン先をノックしてインクを補充してあげます。でインクが出るようになってきたらまた塗っていきますね。で結構しょっちゅうインク出なくなるので、まあ、またインク補充を繰り返しながら塗っていきます。こんな感じで塗れてますね。続いて赤いパーツですね。ここはシャーレッドで塗っていきます。これは下地なしでそのまま塗っていきますね。こんな感じですね。もともと赤いのでちょっと分かりづらいですね。続いて白いパーツですね。これはシャーピンクを塗っていきます。下地が白なのですごく発色がいいですね。はい、こんな感じで塗ってますね。他のパーツも同じように塗ってます。で黄色いパーツですね。これはファントムグレーで塗っていきますね。これは暗めの色なのでしっかり塗れますね。こんな感じになります。これで大まかな塗装は終わってますね。こんな感じで塗ってます。であと細かい部分塗り分けていきますね。パーツを取り外してマスキングします。こんな感じで塗り分ける部分全体的にマスキングしてますね。でまた塗り分ける部分はファントムグレーで塗っていきます。はい、こんな感じで若干下地の赤が透けてますかね。まあこんな感じで全体的に塗ってます。でマスキングを剥がしてみますね。足首のパーツですね。はい、こんな感じで、まあ、しっかり塗り分けできたかなと思います。塗装の剥がれもないですね。他のパーツもこんな感じですね。で目の部分ですね。ガンダムマーカーのレッドゴールドそのまま直接塗っていきますね。細かいので難しいですね。まあちょっとはみ出しましたけど、この目の周りの部分をまた塗っていきます。墨入れ塗料のブラックですね。これで塗っていきます。ちょんちょんと乗せていく感じで塗ってますね。これで塗装は完了です。では組み立てていきます。パーツの取り外しはタッチゲートになっているので、こんな感じで指で簡単に取り外せますね。で頭を組み立ててみました。でゲート跡の部分白く残っちゃってるので、ここはガンダムマーカーで直接塗って色をつけていきます。はい、こんな感じですね。若干ムラありますけどゲート跡は目立たなくなりましたね。腕周りもこんな感じですね。で足もこんな感じで塗ってます。で組み立てていくと、はい、これでガンダムのシャーカラーバージョン完成です。では完成したものを見ていきます。今回ガンダムマーカーエアブラシシステムで200分の1のガンダムをシャーカラーで塗ってみました。やはりエアブラシシステムなのでムラなく結構綺麗に塗れたんじゃないかなと思います。でランナー塗装でそのまんまパーツごとに色分けした感じですね。もともとの色分けもいい感じだったので部分的なマスキング塗り分けで仕上げてますね。で目はゴールドでキラッと光るようにしてますね。で、もともとプラモ自体モールドがしっかり入っているのでかなりかっこいいですね。はい、でドッグの方も組み立ててますね。これも同じ3色で塗り分けてます。まあ、こんな感じですね。ちょっとパーツが大きいので少しムラが目立ちますかね。
ってことでガンダムマーカーエアブラシシステムですね、使って塗装をしてみました。ガンダムマーカー差し込むだけなのですごく簡単に塗れましたね。でムラもちょっと練習は必要ですけど、ムラなく綺麗に塗れます。でガンダムマーカーも色はカラーバリエーション豊富で、差し込むだけで簡単に色変えもできますね。で塗ってる途中でちょくちょくインクが出なくなるので、振ったりインクを補充したりが少し手間でしたかね。はい。であとはスプレー缶の方も冷たくなって出が悪くなるので、まあ、その辺の管理も必要でしたね。あとはスプレー缶ですね。これ消耗品で今回塗ってる途中でなくなったので大きいものまた買いました。結構長く塗装するとコストがかかってきちゃうかなというところですね。まあコンプレッサー使えるみたいなんで、そちらも検討してもいいかもしれないですね。ってことで今回は以上です。すごく簡単に楽しく塗装できたんで、また挑戦してみようと思います。で、ガンダムマーカーもいろんなカラーがあるので、また買い足してみようと思います。ご視聴ありがとうございました。トラジローでした。Thank you.